皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室業の先生で集客と売上目標達成ができない人の特徴とは、という非常に興味深い内容になっておりますけれども、今日のテーマは若干辛口でございます。なので、読者さんっていうかね、私のこの YouTube 動画を見てる方で、メルマガ読者さんからね、なんかお話をいただいたことがあって、痛すぎる内容とかテーマだったりすると、読んでる途中で心が苦しくなって閉じてしまうことがある。で、心をまた落ち着かせて続きを見る結局見てるんですよまあ蓋をしておきたい痛い真実っていうね、まあそういうテーマに多分今日も近いと思うので、まあそういう方はね、ちょっと一回閉じても続きを知りたかったらまた開いて続きを読んでくださいっていう内容です。はい、それでは本題に入りたいと思います。ですね、集客と売上目標達成っていうことっていうのは、まあ大体経営をやっていく上でこの2つが当たり前ですけど、できていれば普通に回っていきますよね。で、私、まあいろんなクライアントさん抱えていて、年数ね、長く いらっしゃる方で、ゆっくり課題に取り組んでいる方もいらっしゃるし、もう目標設定とかやるべきことがすごく明確で、私はこうしたいですっていうのが明確で、もうバーンと普通に目標達成できちゃう人とかもいるんですけれども、できない人の特徴っていうのがもう決まってるんですよいつもできない人の目標も特徴が。で、これすごく勘違いされるんですけど、先生としての能力が足りてるか足りてないかは全く関係ないっていうぐらいの内容なんです。何だと思いますかで、別にもったいぶっていうほどの話じゃないんですけどね、聞くと「えそんなこと?」っていう、めちゃめちゃ単純で当たり前で、すごくシンプルで、いかにもみんなができそうな話なんですけどね。でも集客ができてない先生、目標達成ができない先生は全く同じ共通点です。はい、それは一体何でしょうか。こんなに引っ張っといてどうしよう、そのちっちゃい話だって思われたら困るんですけど、答えを言います。答えはですね、約束が守れない人です。はい、もう一度言います。集客と売上目標達成ができない人の特徴は、約束が守れない人です。え、たったそれだけって思った人は、まあ多分できてるんでしょう。はい、で、逆に目標達成ができてないし、集客もできてない人で、約束が守れない人って言われた瞬間に、え、そこって思った人は、よーく自分の行動を振り返ってほしいので、振り返ってほしい行動ポイントをお伝えしたいと思います。まずですね、集客をできないっていうことに対して、約束を守ることは一体どういうことなのかっていう話をまずしていきたいと思います。集客をテーマにした約束を守ることってどういうことなのかっていう話ですね。ですね、約束っていうのはお仕事上とか、まあ、人生上めっちゃたくさん入ってきます、約束っていうのがね。で、この約束のポイントは、他人の場合と自分の場合です。他人っていうのは人との約束っていうことなんですけどね。で、例えばなんですけど、じゃあ人との約束ってどういうシーンがあるかっていうと、集客のシーンでいうと、まあ、一番身近なところでいうと、例えば私のクライアントさんだったりしたら、私との約束っていうことがまず集客の部分でなってくる話なんです。私との約束って何なんですかって言ったら、期限までに集客のプランを決めると言って、私に報告しますと言って、してこれるかしてこれないかとか、こういう約束です。一応私他人です。はい、で、
できない方は大体言い訳を言います。なんとかかんとかで予定外の子供が熱を出しましたとかね、予定外に家族がこんなことになってとか、ないしは自分がそういう状態になってとか、いろいろ大体予定外の話が入ってきてできなかったって言うんですけど、私そんなに詰まった約束ってしないんですよ。そういう方と大体1週間後とか3日後とか、場合によっては2週間後とか1ヶ月後なんです。だけどできない理由がそんな理由になっちゃったりとかしてます。それは直近の理由であって、その間に本当はできたよねっていうところが飛ばされて、その言い訳を言われます。まあ、要はできないっていうことなわけなんですけどね。その日までにできなかった理由、言い訳がそんな感じになるケースがあります。で、まあそういうプランとかはまだいいんですけれどもね。あとは例えば私ではなく業者さんとか仕事をするパートナーさんとかでね、約束をして、そうですね、じゃあ分かりやすくホームページ制作業だとしましょう。ホームページ制作業で何月何日までに原稿を出しますって言った原稿が、いやいろいろ考えてて出せなかったんですよ。で、本人はすごくね、軽い気持ちで言うんですよ。だけど、その原稿を待って、次の作業をしようと思って、時間を空けて待ってた相手に、どれだけ迷惑がかかってるか、というとこまで本来は気持ちが及んでほしいんですよね。で、結局、そうするとどういうふうになっていくかっていうと、その人が忙しくなっちゃったりして、まあ、あんまりね、ないかもしれないけど、仕上げが雑になる、納期を。頑張ってもらうためにね。そうすると、その例えばホームページっていう一つのものだったとしても、自分が約束を破って最初の納期が遅れて、そして遅れ遅れになって、仕上がりが悪かったとします。で、その時に強く言えないですよね。だって自分が遅かったから、相手の方に負荷をかけてしまったっていうことでの負い目があるから、いやここもっと本当はこうしてっていうのが言えなくなっちゃったりします、現実問題として。そして、あとその方からの信頼を失ったりします。あ、この人とはもう次仕事するのやめようって思うんです。これはすごく仕事ができる人ほど約束を守ります。私も約束を守ります。だから約束守らない人とは仕事をしたくない。私で言うとクライアントさんにはしたくないんです、どっちかっていうと。だって約束守らないから、私が一生懸命その人がいいようになるようにっていうふうにプランニングをね、考えて言ってあげて、例えばそれっていうのは面談してる時間だけ使ってると思ったら大きな間違いですよ。その面談でいいプランを出すために下調べをしたりとか、空いてる時間でこの人のプラン良くするためにどうしたらいいんだろうって必死に考えてあげたりするんですよ。その人が約束を守る人か守んない人かって分かんないうちは。で、約束をこの人って守んないよねっていうレッテルが貼られると、私もルーズになっていきます。その人一生懸命やってあげるんだったら、もっと一生懸命考えてあげるのは約束守る人の方に時間割きます。これはエコひいきって思いますか？いや、普通ですっていう感じですよ。だって頑張る人の方に力かけたいじゃないですか。頑張らないって分かってる人、ないしは信頼を失った人には、当然それなりには対応しますよ、最低限のレベルは。だけどそれ以上の熱量はかけられないということになります。というと、その人ってどういうふうに損していくことになるか分かりますか？約束を守らないっていうだけで、例えばもっといい助言をもらえるはずの未来を自分で閉ざすことになるし、そして例えばそういうパートナーとかの人とは、仕事ができる人ほど一緒に組んでもらえなくなるということは、自分の伸びしろが減るということになるので、すごくいい人の力を借りて頑張ってやりたいっていう人は絶対に約束守んないといけないです。はい。でね、これ案外自分の都合で簡単に約束破っちゃうタイプの人がいます。これ他人のケースの場合ですね。で、もっと意外な点でダメなのが自分との約束です。集客でいう自分の約束、例えば、まあ、目標値としてね、ブログを1ヶ月に30個書くって言ったら、なかなか大変なんですよ。毎日1個だから。毎日1個って大変なんですよ。やったことあるから分かります。2日になっちゃうんですよ、1日飛ばすと。で、2日でリカバリーできればまだいいんですけど、3日分になったら3日でリカバリーしないといけないんですよ。その時のリカバリーって大変なんですよ。1個書けない人が3個書かないといけないから。でも、ここでやりきる人と諦める人に大きく分かれます。
自分との約束って他人との約束よりも責められない分破りやすいんですよ。だからすごく自分との約束を守るっていうのはプレッシャーもかかるし、破りやすいから流れちゃうしルーズになっちゃうんですよ。でここでその人の真価が分かれます。例えば自分との約束をちゃんと守って1年365日本当にちゃんとブログを365個書いた人と、いや今日はちょっと疲れちゃったから書くのやめようとか、あ今日ってちょっと旅行行っちゃったからブログやっとくのやめようとかっていうことで、自分が決めた約束を自分で破る人は全てがルーズになっていて、全部自分にそれは最終的には返ってきます。やらなかったこと、どういうふうになって返ってくるかっていうと、自信がないという状態を作る自分になってしまいます。一個きちんと確立したものをきちんとやりきると絶対に自信になるんですよ。そして例えばお客さんから何かを言われたとしても、自分がそれをやってきたっていう自信は、揺るぎない自信は堂々と言えたりするんですけど、自分ができなかったりうまくやれなかったことっていうのは自信のなさ、不安になったり、そこを突っ込まれたりすると、うわそこ言ってくるんだっていう落ち込んだりとかね。その自分がしっかりやることをやりきっていれば、お客さんに何を言われようと他人に何を言われようとも、正しい道を信じて邁進しているっていう自分の中の自信があるから、他人が何を言おうとね関係ないんですよ実際は。だけどこれをやってない人は他人にちょっと何か言われるためにグラグラ揺れます。そして落ち込みます。そしてメンタルが下がって、そしてやらないんですよ。そこでまだね、メンタル下がろうが淡々とできればまだいい。そういう人はやらない、落ち込みました、だから心がちょっと折れちゃったんでやりませんでしたとかね、そういうことになったりする。だからそこでもやっぱり約束を守らなくて結果やらないことになると、どういうことになるかっていうと、知ることができるお客さんに情報を届けることができなくなっちゃうので、結果集客ができなくなるっていうことになります。売上目標の達成もそうです。売上目標って立てないでやっていくっていうやり方をするタイプの人もいます。割とこう上限を決めちゃうと、自分のこう伸びる可能性を閉ざすことになっちゃうからとかいうタイプの人いるんですよ。いるんですけど、それを言ってできる人って少ないんですよ。大抵一旦は目標値一つ決めないと、その目標値に向かっていくためのプロセスが見えにくいんですよ、通常は。そのね、上限を決めないでやるのが向いてるタイプの人って、数千万をすでにやっていて、例えば3000とか5000とか7000万やっていて、その人が3億とか5億とか10億を目指したい時には、下手に目標を作りすぎちゃうと小さく縮こまって大きなチャレンジができなくなるからっていうことで、そういう話は聞くことあります。でも教室の先生ってちょっとね、頑張ってここ行くといいなっていうところでもせいぜい1000万だと思ってます。はい、もちろん月商200万とかやれば2000万とかいうのは見えてきますけれども、そのようになると教室の領域っていうよりやっぱ経営とかビジネスの領域になってくるので、教室業で1000万いくっていうと、まあ御の字じゃないですか、まず行きたいところで言うとね。そうするとまあ月商80万とかです。100万目指してもいいけど1200万になりますけどね。はい、あまりこう下手な儲け方すると税金持ってかれる税金の方がね多くなりますから、税金はもちろんちゃんと払った方がいいんですけど、働いた分がまるっきり損になるラインって出てくるんで、この1000万円付近っていうのは。だからそこは注意しないといけないんですけど、儲けるんだったら1300とか1400目指した方がいいです。税金取られても大丈夫なぐらい。そのジャンプはあるんですけどね。まあまあまあ一つだから1000万だとするような領域は、やっぱり目標をちゃんと決めて逆算して計画を立ててやっていく方が叶いやすいです。はい、私のメンバーでちゃんと毎年毎年120%成長とかね、130%成長っていうのを私言ってるんです。それぐらいって、ね、ちょっと頑張ればどうにかなるんですよ、1000万以下だったら。これ3000万の120%成長とか嫌ですよ。結構大変みたいな。150%とかちょっと嫌になってきますよ。1億の150%とか言うと1億5000万ですからね。5000万どうすんのみたいな話。まあこれは私が実際に会社員で営業部長をやってた時に、会社から数字が降りてくるんで、
今年1億ぜいぜい言いながら頑張ったのに、なんか3億とか出てくるから、普通に 数字が これあと2億どうすんねんみたいな、300%成長ってどうなのみたいな。でもやれっていう数字で降りてくるんで、どうやってやるか必死に考えるのが部長の役割なんですけど、そういうのから考えたら、教室業って自分で決めればいいだけじゃないですか。上から降りてくる数字じゃなくて、上から落としちゃったら頑張れるっていうんだったら、私皆さんにバンバン言いますよ。それこそ200%だから、今年200万だった人は400万はまだ大変じゃないです。500万だった人の1000万は多分大変。てかね、大体分かってるんですよ、そのプロセスやってきてるから。なのでここをこういじれば無理しないで心が折れないで、でも目標達成できるっていうのが大体 120% から 130% 以内なんです。本人が頑張ってね、200%やるのは全然 OK です。目標って遠すぎてもダメなんですよ。ちょっと筋肉つけて、あ、頑張ったらいけるかもぐらいが目標値としてはいい。で、これを作ったとするじゃないですか。で、これが達成できないタイプの人は、約束が守れないっていうのと、どういう内容になってくるかっていうとですね、もう日々の話です。例えば、さっき言ったみたいな、その活動が売り上げにね、直結するようなもので地味にこうコツコツやらなきゃいけないことっていう、この自分との約束が守れないっていうのももちろんあるんですけれども、売上目標を達成するしないのところで言うと、ここまで頑張るっていうのを、例えば LINE 決めたとしますよね。じゃあ例えばそうですね、20名集客しようとかいうのを決めたとするじゃないですか。その目標達成で19名だった時に、諦めるか諦めないかです。最後の1分まで自分が決めた、この日までは集め切るって決めた日の最後の1分まで、集客をどうすればそれを注目してもらえるか、どうすれば見てもらえるかって、必死に考えて行動できるかできないかっていうことですね。で、これも約束を守るっていうところなんです。自分との、20名って言ったら20名頑張れるかどうかなんですよ。いや、もうでね、19名まで頑張ったし、あと1人ぐらいいいよねっていう人は、ずっと目標達成できないタイプの人です。あと20名、最後の1分まで頑張るって言って20名集めきる人は、次の扉が開くんですけど、ここで「まあいいんじゃない、頑張ったよ19名」とか「頑張ったよ18名」っていう人は、その次の扉が開かないんです。この1人を頑張るか頑張んないかっていうのが、すごく大きな差になるんで、0か1かぐらいのところまでは言わないですよ。0なのか19名なのかって言ったら、多分19名頑張ったことは褒めますけれども、20名以下になったっていうのは、結局やれたかやれないかっていう、この2択で言うと、やれなかったっていう人になっちゃうんですよ。0名から19名がほぼ一緒なんです。それって悔しくないですか？やっぱできたかできないかの判断で言うと、20名が目標だったら、やっぱり20名頑張ろうっていうところを、やっぱり必達でやる方が伸びます。で、大体私20名って決めると、25とかやるタイプでした。しかも早い段階で、締め切り日より結構早い段階で25とかね、やるタイプだったんで、その締め切り日を迎える時は、割とこう心穏やかに迎えるようなタイプだったんです。だから営業で言うと、月末になってみんなお金をね、集めに行くっていうの大変っていうのをよく聞くんですけど、私の場合には年間計画の中の、年間の中の12ヶ月の中の10月ぐらいで、大体年間を達成してるように組みます。10月ぐらいで年間を達成するし、あと月間は月初に大体達成します。今月これぐらい欲しいっていうと、月初に大体それをやる。っていうことは、その仕込みは3ヶ月から6ヶ月前に大体やってるんですよ。なので、年間で動く時に、一番私動くのが1月から3月なんです。そこで大体12ヶ月分の計画もどうにかしちゃうっていう、ちょっとずれ込んで4月ぐらいまで勝負決めます。だから長期案件とかは、昨年からの持ち越し案件とかは当然あるんですけどね。そうやって営業の時って数字作ってきたんです。だから約束を守るっていうのは、その目標達成のところになってくると、他人より自分ですね。自分で決めたことを、自分でちゃんときちんと約束守るか守んないか。だからどっちにしても、売上達成にしても、集客を頑張るにしても、要になってくるのは約束を守ること。
そして他人よりも約束を守るのが難しいのが自分との約束です。流される人がとても多い。とても多いんです。だから流されなければ大概できるはずなんですよ、目標達成って。だから集客も実は本当は難しくないんです。ちゃんと目標達成というか決めたことをやるって決めれば大体できるんです。本来は集客ができない人の大きな要因は約束を守らないこと、もうこの一言に尽きるかなっていうのが最近特に差が開いている時に感じてます。もう一度言うんですけども、スキルに差じゃないんですよ。スキルがなかったとしても、言うべきこととやるべきことをしっかりやった人はうまくいっちゃったりするんです。だからスキルがある人ほど案外プライドが邪魔してできなかったりすることとかもあったりするので、もう本当にシンプルにやるかやらないかだけですね。そして約束を守るか守らないかだけがすごく大きな差になっていきますので、今日が辛口って言ったのは、ずるずると自分の都合を自分に言い聞かせて、いやこれこうだからできなかったんだよねっていう状態に甘んじてる人は、ずっとそれが繰り返されるので、ずっと集客できないし、ずっと欲しい収益は手に入らないことになるので、どこかでその体質を変えなくてはいけないです。体質を変えるのは難しいか簡単です。約束を守るだけだから。だから先にそもそも約束がない人はもうそもそもダメなんですけどね。自分との約束を決めて、1年のロングスパン、3ヶ月のショートスパン、1ヶ月のショートスパン、1日でもいいから、毎回毎回約束を守るっていう体質にしていくと、もうそれだけでね、普通に集客できちゃったり、普通に売り上げ上がっちゃうので。だいたいそこです。だからいろんなツールとかの使い方学んだり、いろんなインターネットのノウハウ学んでも、それを実践で使うっていう段において、自分との約束守んない人は結局うまくいかないので、一個一個確実にやりきるっていうことをむしろやった方が成果は出ますので、ちょっとそのね、考え方っていうのを改めてチェックしてみる必要があるのかなと思い、今日はそんな話をしてみました。はい、ぜひこの機会に自分の行動、言動を見直してみていただければと思います。よろしくお願いします。それでは。